新しいプッシャーのリーダーズ俺だ。ちょっと待った、一応ちゃんとレシピ見てからにしよう。俺もミスる可能性往々にしてあります。完璧なトラネリがスタートした。ハッピーで埋め尽くしてだね。始まったね。見張りいないの怖いけどもうちょしゃーないね。寝るしかねえ。チーム名考えよう。ローリーズファームにしようかな。ドット ST、 ドット ST も嫌だろ。ローリーズファームも実在する企業名つけられてさ、薬練られてんのめっちゃ嫌だろうな。エニーパウダー、エニーパウダーならいけるかも。いやこれね、でもありなんだよな。もはや完全に牛耳って薬物をうちのチームで完全に独占しきるぐらいの感じでもいい。もうカルテルとしてちゃんと君臨するのもあり、粉の王になってもいい。うわーちょめっめっちゃやばいけど、これ持って確認しに行くか、転売人とか。もうお家ないからさ、移動手段もこれしかないんだよな。やばい、薬物の時代に始まりを告げちゃうよこれは。うおほほ、新時代開幕。でっか、120で1000万、始まったよ。いるやん、いるんだけど普通に。メガロバニア1、10、100、1000万、10万、100万。1個100い、え、110万?あ、あー、どうも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 。これにぶつかったんだか、バイクで走ってた。え、なに?やべ。バイクで走ってたら、この止まった車にぶつかったの?いや、ちゃんと見ないと、そんな変なサングラスかけてるからでしょ。いやいや、これめっちゃ見やすいから。ちょ、大丈夫?武器持ってるけど。いやもうこれ飾りだよ、モデルガン、モデルガン。モデルガンね。何してたの?あらあらあら、何してるって。まああのそのねえ、うんこしてた、その辺で。うんこしてた、あの人誰?なんか喋ってたの?うん、いや、あの人誰だよあれ。やべ、バレる。え、なんかめっちゃ良さそうな人やった、あれ。あ、ほんと?知り合いになりな、じゃあ。びっくりした。なんか知り合い話しかけてきたよ、街の人が。あ、全然知らないやつだよ、あれ。あ、そう。うん、全然興味ないから。おやべ、おふざけんなお前。やばすぎ、こいつイカれてる。あいつイカれてる、クソ。粉超積んでんだぞこっちは。サップもついてね、マジやべえなあいつ。すっかりギャングじゃん。でもこれはでっかいな。電話かけるか、フレンさん仲間に入れよう。もしもし。あ、もしもし、ハッピー交通のクザでーす。はい、どうですか、そっちは。そんな顔だったんだ。え、可愛いでしょ。まああの話があって。はい、メモ持ってたじゃないですか。7枚集まりましたよ。7枚。そろそろ全部集め切って7枚、ちょっとどうこうしたろかなと思ってました。待って待って待って、え、その前に話してた何500万の云々とかではまだ売ってない、うん、一旦フワさんに話を持ちかけてはいて、はいはい、いくらでも出すから買うわって。フワッチはマジでやめた方がいい、うん、やばかった、街中で急に人打ち出して。マジでやめた方がいい。一人で7枚マジか。まあ、じゃあ単刀直入に言いますわ。稼ぎたいっすか。稼ぎたいっす。家買いたいし。犯罪はしたい、したくない、できるならしたくない。それしたくないったらどうなるんすか。したくないって言ったらもうこの話は。いや、じゃあ正義なんですよ、こっちは。正義だけど、まあ世に言う違法ではある。人のこと幸せにできます。もちろん、それが一番の目標。ハッピー交通のハッピーは何のためについてんのって話。じゃあやります。なるほどね、やれるのね。人が幸せになるならやります。わかった、じゃあ稼がせてあげるから絶対裏切らないっていけます。絶対裏切らないでいけます。あと7-3じゃないですからね。あ、取り分どうなるんですかそれ。取り分はまああの従業員分みんなで手分けしてちゃんと分け合ってって感じになるかもしんないですね。まあただ今2人しかいないんで、フレンさんと合わせてまあ半分かな。いや、7-3にしよう。73出た。73で。73マジっすか、はい、私が 7? なわけねえだろ。こっちが7だよ。うちでやろう。やったー。あと超単純作業なんですけど大丈夫ですか。あ、でも私単純作業ぐらいしかできないんで大丈夫っす。っか、はい、確かにね。じゃあお願いします。否定しろよ。おい、よし、仲間が増えた。ハッピーベア、ハッピーベア交通。あ、こんにちは。どうもどうも、ナイス。じゃあどうも。あ、やばい、あー、やばい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 、大丈夫だよね。やばい、すげえ。やべえ、来てないよな。棒立ちしてたもん。え、って顔してた。ぶねえ。誰なんすか、仲間っていうか味方。メロコさんとレオス。
やっぱレオス裏い最低なんだけど。レオス、え、どういうこと、どういうこと。私が髪見つ、うん、知ってるって言ったらタクシー見つけた、うん、始めたから、うん、え、髪ちょっとわかんない。いや最低じゃない、当然だよそれは。いや最低だよ、言わないよ。私ずっとレオスからの連絡待ってたのに。髪はもう一気に渡した方がいいですか。え、もう渡してくれんの。もう絶対裏切らないじゃんその感じ。あ、確かに。あーバカなんだった。あーもらっとけばよかった。当然のように。レオスだけ一発殴っていいですか、見かけたら。いや一発じゃなくていいですよ、100発殴っていいですよ。まあでもあいつパン屋なんで手だけはやめてあげてください。顔だけにしてあげてください。あ、オッケー、全然元から顔か腹いこうと思ったんで大丈夫です。い怖いな、私ずっと待ってたのにな、けなげに。レオス連絡くれるかなとか言って。来るわけないでしょそんな。やばいやばいやばい。何ですかさっきから。いや俺高校球児だったんで、もともといいやめせ。本当にうざい。何なんかまじで。実験台にしたいわさ、クマを。いやうざすぎまじで。これもまたそれいずれ教えます。どうした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 。何何何何。はいはいはい、もしもし。はい、タクシーをお願いしてもいいですか。プリズン前なんですけど。プリズン前タクシー、はい了解しました。無所前ですか、犯罪者ですか。うん、いや、あの構成したギャングです。あ、よろしくお願いします。構成したんですね。どうもハッピー交通です。なんか捕まっちゃったんすか。いや何もやってないですけどね。何もしてないんですけど。何もやってないと捕まんないんすよね。筋トレさせられたんすよね。でどこに行きたいの。アジトっつった。いや違うっす、いとこんちやんな。いとこんちね、うん、なんかこの車黄色くね。黄色いけどタクシーなんか大体黄色くない。はいはいは、華やかだね。なんか何このタクシーって水もらえたりする。水、このままお花見でも行きますか。ちょっと待って、これ喉乾いてないな。さては遠足と言ったらマジカルバナナゲームじゃないですか。マジカルバナナやりたいかも。ね、やりたいね。やるやろ。はい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 、マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらお花。お花と言ったら水。いやちょっとよくわかんないですけど、お花と言ったら水。お花と言ったらレシピ。レシピと言ったらクズハ。は？レシピと言ったら、は？料理っすか？料理。料理と言ったら分量大事。分量大事やし、その場所ってどこにあんのクズハ。もう何が言いたいの。もう何いいの。じゃあマジカルバナナ。マジカル何な何ど料理と言ったらどこにあんの。何にもマジカルバナナじゃない。ルール分かってないでしょ。うちらマジカルバナナ系っていう系もらっていいから。そうそうやんなきゃいけない。あーそうなんだ、じゃあしゃあないか。マジカルバナナを一生しなきゃいけない。そうさ、俺は別にやんなくていいんだけどな。クズハさんもやんないといけない。なんでだよ。負けたよ。だってやんない。もう負けても、何負けたら何。裏があるでしょマジカルバナナ。ないよ。ない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 。何大会ごとには真剣だろいつも。大会じゃねえだろ。大会なら失格だよお前ら。大会マジカルバナナ大会開催。大会失格だよ。今開催ね。イエーイイエーイ。マジカルバナナ。またやんの。バナナと言ったら薬の場所教えろコーラ。おいもう直接じゃねえかそれ。そのために呼んだのか。水の数も違うよ、そんなの。何？お前らなあ、細だな本当に。マジカルバナナで聞き出そうとしてんの。なん、まあ、じゃあ今回はお会計はタダでいいっすよ。なんでだよ。払えよ。何がどうなってだよ。負けたからね。負けたから。勝手にそっちの系でしょ。マジカルバナナ系はなしだよ。分かった分かった。何？ダンスバトルで勝ったらいいよ。ダンスバトル？じゃあ払ってくださいお客さん、ちょっと。何を勝手に勝負を仕掛けてきて。ふわっち、ふわっちちょっとしつけした方がいいよ。アジトって言ってたよ。あーもう本当にこいつはバカなんで。本当に。はい。でもね、いいですか、可愛いんで本当に許しちゃってください。ダンスしてんだけど。ダンスしてないでお金払ってもらっていいですか。こんな感じね。あーこんな感じか。盆踊りしてる。ええええ、yo、yeah、ah、ah、yeah、ah、yeah。おしゃまな馬車飛び乗って、yeah、ah、ドライビング。ねもう一回あの。
人のタクシーの上で踊らないでもらっていいですか。いやいやすいませんすいません。いやいやじゃない、あのバカだもん。ダメなんだこれ。ダメに決まってんだ、倫理観とかねえのかお前ら。仲良くなりたいんだったらしつけしといてね。マジカルバナナで脅されたからそっちの。マジカルありがとう。あーそうそうそう、あーいいね、倫理がなってていいね。はい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 、やめろ、こすんの。じゃあちょっとこれからロリネリっていうのをします。タンクローリーネリネリです。なんで今からタンク狩りに行きます。じゃあタンク探しますか。まずすぐ、お、来たかな、あれロリっすね。これですか。一回前に立ち塞がってもらっていいですか、車で。はい、うまい。あのぶつからないもんですか、立ち塞がるだけで。立ち塞がるだけで、あーあのぶつかると逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう。待て待て、こらタンクい、こらおい、こら、え、またぎ風情がよ。おいおい、怖い怖い、またんかい、そこまたんかい、そこ止まりなさい。あーやばすぎ、あかん、あかん、ちょっとすまへん、すまへん、逃げる逃げる逃げる。いや許しまへん、追いつけ、あれ追ってください。私の目が黒いお茶、逃がしまへん。めっちゃ逃げる、かっこいい、セリフだけはかっこいいよな。あら、ちょ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 、違う違う違う、そんなんじゃ、そんなんじゃ、前立ち塞がるだけでいい。ほらほら、これ、これで、あ、それでいい、それでいい。で、立ち塞がると、はい、あの、あ、それでいい、それでいいっす。なんかちょっと、じゃあ通られてると、もうディフェンスしっかり。ほんま、これなんでこんなすぐで行ってまいはんの、これ。ちゃんとブレーキして、ブレーキ。あ、いや、まあ、ギリと、まあ、行かれた、抜かれた、抜かれた、抜かれた。なんでですの。違う違う、待て、前行って、畑風情、車壊れちゃうよ。でまあもうこれでもいいか。ちょっとあとは俺に任せてください。出てもらっていいですか。降りれません、降りれません、降りれないですよ。銃持ってる、片木じゃねえこいつ、ビビらねえ。え、片木じゃない、まあその…お、なんでこいつビビんねえんだ。車ぶつけすぎたんですかね。もう怒り狂って、正常な判断ができないのかこいつ。あ、ほんまです。え、何やって、あ、なんか動こうとしてますね、こいつ。いってぇ、いったいった、足怪我した、痛い、痛すぎる。右足、ちょっと待って、右足痛い、一回治療したい。これ痛い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 。ちょっと待って、ヘリの音、ん、そんなことないか。大丈夫だ、うん、あ、待って、ヘリの音するわ。やべ、警察来た警察来た警察、逃げろ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 。大丈夫、薬入った晩はとりあえず逃げた。やべ、見回り来た。とりあえず2人が捕まってなきゃいつでも寝れるから。結局危ねえ。爆発した、爆発した。え、爆発した、誰か練った、誰か練ったのかも。いやでもよかった、みんなが作った薬は持ち逃げできた。なんとかガチャガチャ聞こえんだけど、なに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 、これは、なにこれ、なにこれ、なんだこれ、怖い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 。まあ押収されてるわな。豆はつけられたでしょうね。あ、やってんだね薬物っていう顔になっただろうね警察も。お、はい、あ、もしもし、ハッピーコーツの、あ、そうだ、ハッピーコーツのです。はい、あ、こんにちは。安全運転で参りますのでシートベルトの着用お願いします。あの、乗ってないですよまだ。シートベルトの温度大丈夫ですか。はい、シートベルト温度ないと思います。乗ってないですよまだ。何かありました。あ、あれですよね、薬作られてましたよね今。何ですかその薬まあ、今出血大サービスキャンペーンやってまして、はい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 、あの薬作ってたよって言ってくれたら、あのお花、あのお渡しするんですけど作ってたよって言ってくれたらね。何個ぐらいありましたそのお花は。まあ900個ぐらいですね900個ね。いいんですか、はい、そんな警察がそんなやって。そこ僕のじゃないんで、たまたま来たらまとり暇だったんで、はい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 、まあ、冷やかしに来たらなんか一斉に逃げてって。なんかいたんすか。残ったトラック1台をあの間違えて僕があのスケボーで大破させちゃって中に花入ってるけど、ギリギリ僕がいる間は取り出せるんですよねこれ今。まあ取り出したかったら待ってようかなと思ったんですけど、900個、いやでも水も1000個ぐらい入ってますけどね。作っ
ってたとしたら、だってそれ良くないことじゃないですか。まあそれ良くないことではありますけども。あ、でもなんか知り合いが、知り合いが作ってるみたいな言ってた気がする。代わりに届けようかな。まあちょっと僕タンクローリー大破させちゃってるんで。タンクローリー。まあ、はい、過失も僕にあるんで、まあ僕今回はまああんまり。ああ、わかりました。ちょっと。見に行くだけ見に行っていいですか。じゃあ見に行くだけ一回見に来てもらって大丈夫ですよ。もしかしたら名前書いてあるかもしれないんで、はい、あ、オッケーです、はい、ちょっと名前見てもらって、はい、ここか。へえ。あ、どうもうざえってれーじゃないよ。しかも中聞こえないし、声今無言でそれ立ってる人だったよ。ドッキリでした。あ、ドッキリね。あ、そう、ドッキリなんですよ。逮捕させていただきます、ドッキリなんで。はい。いや、何罪ですか何罪ですか。私罪ないですよ。何言ってるんですか。そうです、そうです。やばいって、これ大丈夫だろ。これあ、ちょっと待ってくださいね。はい、はい。何ですかこれも。あ、そういうなんか、あの、なんだっけ、下町のなんか下町の、はい、結構下町の老舗のやつ、老舗のやつでした。あー、なるほど、なるほど、なるほど。あー、ありがとうございます、ありがとうございます。もうあいつも手伝ってくれよ一番いい。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっとパンちょうどいっぱい作ったからさ、みんなにあげる。ちょうどお腹空いてたんすよ。何これ。ビオスの根性焼きと楓のキッシュとキッシュ、カナエの腹パン、腹パンに星川さんありがとう、パン。いろんな人に、はいはいはい、あなたをかたどったパン作ってあげますよっていう。いいっすね。オリジナルパンとかやってて営業してたんだよね。カナエの腹パン。座れる場所欲しい。座れる場所欲しいな。奥なら座れるか。じゃあここに座れるかも、みんなで。どのエモートだ。スラッシュシットでいける。シットウィズミーってやつがある。あ、シットウィズミーありますね。84、はい、なんだこれ、もうくつろぎすぎだ俺あまりにもくつろいでる。インタラクトがあるんだ。やってみるか。ん、何これ。エモート椅子に座るおいなんてか、お前ふざけんな。シットウィズミー。近い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 何すんのかと思ったら嘘でしょ見た見た見た。何これ。近いって急にふざけんな。落ち着くよね、こういう体勢がふざけんな。これシットウィズミー終わってる。取るな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 。送ってもらっていいですか。危ない。送ります送ります。エモートマジ何でもできるからなビビった。話しかけると分かるんだけど、3種類薬物をこいつは取り扱ってて、それぞれ必要個数は違うんだけど、今回売るのはハッピーパウダー。120で渡せばいいよね、はい、まだダメだよ。え、歌歌やばいやばい、逃げろ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 。通知行くから、通知行くから。バカ野郎お前もう先行ってよ。歌じゃないよ。話を聞けよお前は。ためないでよ。話を聞け。注意事項はまず最初に言うんだよ。話を聞いてから動くんだよ。早いですわ。まだ売っちゃダメって言わなきゃ。言う前に売ったんだよお前が。まだダメだよって言ったら、え、売ったって。もう無理だろそれ、止められないって。いやでももっと早めに言っとくべきだったか、さすがに。あ、悲しいな。悲しいですよね。あ、これ、いや、F1 一般だ。F1 一般、インタラクト、椅子に座る。あ、なんだこの座り方。あー、なんだこれ。どこ座ってんの、椅子。椅子に座ってちゃんと。そうですね。トーキングしてます。お前らは、お前らの座り方、ジャマイカはそうなの？ジャマイカ風です、これは。ヒールさして、そこを支点にして。そうです、ここ重心です。ちょっと違うから。わかりました、はい。じゃあちょっとこれね。俺もちょっとくつろぎすぎだ。これどれがどれだ？まあ、とりあえず一段下だ。座るのむず。はい。ここに座ってる。違う。また刺してる、また刺してる。また刺してますわ。もうごめんなさいね。やっぱり多様性か。チーム名はもうエニグマで決定ですか？まあ、これか？ハッピーベアの可能性も全然。いや、もうどっちでもいいよ。一応いろいろ一人で練ってる時は考えてて、やっぱタンクローリー使うんで、うちら、まあ、ローリーズファームとかね、はい、これ大丈夫ですか？ちょっとまずいかも。これまずいかも。まずいのか。じゃあエニグマかハッピーベアどっちがいいですか？多数決いきますか？魂の。
一緒に言いますか、じゃあみんなで行きましょう。せーの、エニグマ、ハッピーベア、ハッピーベアでーあれあれ一人だけ違うこと言ってましたか今。あ、いや言ってないですよ、ハッピーベアって言ってましたよ。でもエリアがエニグマ言うんやったら、エニグマね、エリアが言うんやったらいいよ、エニグマで。いや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 、そんな気使わないでくださいよ、こっちは言ってますけど。そんなんいいって別に。あ、ハッピーベアでいいし、かっこいいじゃん。ごめんね、ごめん、ハッピーベアでいいし、エニグマにしようね、エニグマにしようよ、エニグマにしようね。あ、綴り教えてね、エニグマの。まだ入れてねえのかよ。エニグマがなんかすごいいい気がしてきたな。確かにキャッチーですね。本当？覚えやすいです。本当に？エニグマ言う。本当に？まあやっぱこう、うん、組織の名前が出た時に、うん、ハッピーベアよりエニグマの方が圧あるかなって。まあでもハッピーベアで薬売ってんの結構。結構怖くていいけどな、うん、まあいいんですね。じゃあエニグマにしますよ。でもそれ名前にするんだったら全員クマの格好した方がよくないですか。エニグマのグマはクマじゃねえよ。え、クマじゃない。じゃあエニなんだよ。何のクマなんだこれ。私てっきりエニーカラーとエニグマでかけたんかも。違うよ、どんなコラボレーション。エニグマ、クマを主流にしてくれてるのかと思った。まあじゃあ一旦じゃあここ結成ということで、うん、改めて、はい、やったー、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。